こんにちは、北村チャンネルです。この動画では今カメラの北村でどんなズームレンズが売れているのか、2022年2月の売れ筋ランキングトップ5をご紹介したいと思います。それでは早速第5位からご覧ください。第5位はタムロン28-200mm モデル A071 のソニー E マウント用という結果になりました。1本で様々な価格で撮影ができるということで大変便利な高倍率ズームです。しかも広角 28mm で最短撮影距離が 19cm、 望遠の 200mm 側で最短撮影距離が 80cm という近接撮影もできますので、幅広い撮影シーンに対応できます。しかも長さが 11.7cm、 重さが 575g ということで携帯性にも優れていますので、お出かけや旅行で荷物を増やしたくないという方におすすめのレンズです。こちらの商品は北村のお得な買い替えサービス特特交換の対象商品となっておりますので、この動画の概要欄に記載している URL のリンク先をぜひご確認ください。続いて第4位は同じくタムロンの 28-75mm モデル A063 のソニー E マウント用という結果でした。ズーム全域で F2.8 という大口径標準ズームの人気シリーズがやはり売れています。高額な純正レンズよりもかなり低価格ですが、 LD レンズを2枚、非球面レンズも2枚というリッチなレンズ構成でズーム全域で高い解像力を実現しています。さらにレンズ面が被写体に接触するほどに揺れる近接撮影性能も魅力です。こちらの商品も特特交換の対象商品となっておりますので、詳細をぜひご確認ください。続いて第3位はキャノン EF70-300mm F4-5.6ISIIUSM という結果になりました。こちらはキャノン EF マウントのスタンダードな望遠ズームレンズです。卒業式や入学式などのイベントを前に購入者が増加していると思われます。手持ち撮影でも安心なレンズ内手ブレ補正の IS、 そしてスムーズなオートフォーカスを実現するナノ USM も搭載しています。標準ズームの他にこのレンズを1本持っておくと遠くの被写体も大きく撮れますので大変便利です。そして第2位はニコンのニッコール Z100-400mm F4.5-5.6VR の S ラインレンズとなりました。2月に発売されたばかりのニッコール Z S ライン初の超望遠ズームが初登場で第2位となりました。ニコンの厳しい品質基準を満たした S ラインレンズならではの色収差補正やクリアな描写力、そして今回新たに搭載された重心移動レス機構によってズームした際の重心移動が大幅に抑制されています。またレンズ自体の重みでレンズが自然に伸縮してしまうのを防いでいるなど、画質性能以外にも進化が見られて十分に価格に見合った性能を持っていると思います。こちらの商品は月々の支払い額を抑えることができる特特据え置きの対象商品となっておりますので、この動画の概要欄に記載している URL のリンク先をぜひご確認ください。そして2022年2月の第1位はニコンのニッコール Z24-120mm の F4 透視 S ラインレンズとなりました。S ラインレンズならではの高い光学性能のほか、マルチフォーカス方式によって撮影距離を問わず高い結像性能を実現しており、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正しています。5倍ズームで使い勝手もよく、非常に出番が多いレンズになると思われます。こちらの商品も特特据え置きの対象商品となっておりますので、サービスの詳細をぜひご確認ください。以上が2022年2月の売れ筋ランキングトップ5でした。もし気になったレンズがありましたら、北村ネットショップで最新情報をご確認ください。またお買い替えの場合は不要になった機材を下取りに出していただくと大変お得です。下取りはカメラの北村店頭でも北村ネットショップでもお受けできますので、ぜひご利用ください。